はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野。保険者、国、都道府県の責務等という単元になります。介護保険制度における都道府県の役割について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。介護保険審査会の設置。介護保険審査会の設置。というふうにありますが、これはその通りで、丸になります。 介護審査会というのは都道府県に設置されていますで「介護険審査会」っていうのは何ですかと言ったら保険者でである市町村が下した介護関連の決定ですねこれに不服がある場合この介護険審査会というところに申し立てをするとその決定が適正だったかどうかっていうことを再審査してくれるそういうような機関になるわけですね。 なので、まあ、介護保険の裁判所みたいな役割を果たしているところだと、まあ、そういうような認識を持っておくといいかなというふうに思います。で、保険者である市町村の下した決定が適正かどうかを審査するわけですから、その期間というのが市町村にあるっていうのは、まあ、おかしいなという感じ、わかりますよね。なので、まあ、その辺からも都道府県にあるっていう、都道府県に設置されるっていうところはピンときやすいんじゃないかなというふうに、えー、思うわけなんですけど、じゃあ、どういうような不服審査をするんですか？と言ったら。 まあ例えば要介護2とかっていう認定を受けた人なんかがいや私はもうちょっと重いはずだと要介護3のはずだとかって思った場合ですね、まあ、こういうような時介護検審査会に不服申し立てをすると、まあ、介護検審査会がまあ再審査再判定ということをやってくれたりするわけですねまあそれ以外にも被保険者さんが保険者さんに対して納める保険料この保険料に関する処分についてとかあるいはその逆 保保保険険険者者が被保険者さんに対して行う保険給付、これに関する処分とかで納得いかない不服があるとかっていう場合もですねこの介護保険審査会に申し立てをすると、まあ、審査してくれるというところがあるわけですねまあそういうような機関ということになりますでここには委員という人がいるわけなんですけどどういう人がその審査をする委員になっていますかといったら被保険者代表そして保険者代表そして公益代表この3者で構成されています 被保険者代表、保険者代表、公益代表。この三者ですね。これも押さえておくといいですね。そして、その任期というのは3年になっています。委、e、員の任期は3年というふうになっているわけですね。まあ、このあたりが出題のポイントになってきますので、えー、押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、えー、都道府県の役割について問うているこの問題ですけれども、会合検審査会の設置というふうにありますが、これはその通りで、丸ということになります。 今日の一問一答の解説は以上です。